レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアスエイトドゥア、アクアスエイト木八。多いですね、今日は。なんか今日公開放送みたいなのね。そうみたい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、この番組は栃木県那須塩原市疎水スクエアアクアスにありますスタジオアクアスからお送りしております。はぁ、あ、何それ何それ。はい、今日は2月の14日はい、はい、なんとね、あの日ですけど。だから今日多いの？なんか私の作ったチョコを狙ってるとか。違う。違いますね。はい。木八担当は私アッコと。はい、DJ トムです。はい、そして。はい、技術の学校です。はい。で、はいです。高井さん。はい。そして今日のねゲストの方ですけれども、はい。はい。今日のイケメン。あ、だから落ち着かないんだ。ね、今日の、そっか。あ、いやいや、あっちのおばさんがね、ちょっと今日落ち着きないんですよね。今年のイケメン第何人目でしょうね。はい。今日は矢板でね、はい、お蕎麦屋さんをしてらっしゃいます。はい、蕎麦膳朝日さんの、はい、関さんにお越しいただいております、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ね。ね。というわけで、今日が、はい、あのゲストさん、ということで決まっていたんですけれども、うんはい、それね、その前にみんなで行っちゃおうということで木八メンバーでね、ちょっと食べちゃいましたね、はい、うん、何日か前ですよね、今度ね、うん、え、いや、月曜日、日にちはいいからさ、あ、もう美味しかったの？美味しかった。あ、そう、なんかもういっぱいこうメニュー見たらね、いっぱいあるので、あれ覚えた？迷っちゃいましたけど、うん、あれ覚えた？ノロとか、あのノロとかノラとか四つないノバとか、あ、違う、ノバノバノバノラね、はい、後でちょっとね説明してもらうけども、はい、ね、私はまああったかいの食べましたけどね、あ、うん、まあおばちゃんだからね、なんすか、いや寒いからね、え、あ、寒いイコールおばちゃん、まあまあ、はい。あんまりおばちゃんとおばちゃん言わないでください、その話、今日イケメンが来てるから。当たるんだったらバスはあれだけど、自分はあのニシンが乗ってるやつ頼んだのね。はい。すごい、ニシンが乗ってる。いや、出てきたらさ、ニシンちっちゃいんだよ。なんだこのお店、あのケチだなと思って、箸で持ったらでかいの。ってこと、そう、あの全体的にね、ボリュームありすぎて、あのでっかいニシンが小さく見えちゃうっていう。すごいね、うん、だからトムさんも小さく見えたは？まあね、まあね、木八ということで、はい、今日はあの9時頃まで、はい、よろしくお願いいたします。付き合いいただきたいと思います。他のコーナーもありますけどね、はい、たくさんお話は聞きたいと思います。はい、はい、じゃあまずあの今日は何の日ということで、バレンタインデーです。はい、まい、バレンタインデーですからさ。え？まあ いや、他にもきっとね、今日は何の日あるんでしょうから、はい、はい。では何の日でしょうか。はい、2月14日の今日は何の日は、はい、中川大臣の朦朧会見が2009年にありましたけどもね、覚えてます？あのワインを飲んじゃったとかなんとかで、ああ、それでやめた、あれだ、うん、あ、まああれもね、いろいろ裏があったんじゃないかとかなんとかね、いろいろ言われてますけれども、2009年も結構ね、あっという間に昔の話になっていっちゃいますけれども、そして1920年の今日は箱根駅伝が始まったと。へえ。そんな昔からあるんだ。あるんですね。そして1887年、郵便マークが今の郵便マークになったという。なんだ。はい、その前ははい、はい、おっちゃん、そして、ね、皆さんお待ちかねの、バレンタインネタはですね、なんと3桁の年号が出るの珍しいですけども、270年前じゃないです、西暦270年、そんなでした、
約アッコさんが生まれた頃に、まあ、バレンタインさんがね、殉教したというところからいろいろ始まって、今日のはね、当然バレンタインのネタでだろうと思ってたんですけど、これ調べれば調べるほど宗教と政治絡みの話がもうぐちゃぐちゃでね、これはちょっと私はが取り上げる話じゃないなと、ね、ただ思ったのがバレンタインとクリスマスとかやっぱりキリスト教関係から出てるじゃないですか。やっぱりそれがね、全国でこう2つのイベントとなってるっていうのはやっぱりね、まあそこら辺キリスト教関係っていろいろそうなんだなとね、いいとか悪いとか言うとまたねいろいろ問題になるんでね。で、一つ前の郵便マークのお話させていただきますけれども、あ、やっぱり、はい。で、先週の今日は何の日調べた時にね、ネットで調べると前の日と後ろの日ちらっと見えるんですよ。そこに2月8日が郵便マークの日っていうのがちょっと頭にあったのね。で、また今日その郵便のマークが決まったって、あれ先週も見たなと思ってね、調べたらばね、やっぱりいろいろやってんですね、みんなね、悪いことね。悪いかどうかわかんないですけども、今現在ね、まあ、このマークで、まあ、1個ですけども、ね、今みんなパソコンとかで売っちゃうじゃないですか。そうするとパソコンのフォントがどうしてもこの感じなんですけど、正しい縦横はこっちが、これが正式な縦横比、結構横長なの、でちょっとこれ見てから、ね、道ですれ違う郵便局の軽トラとか見たらばやっぱりこの大きさでしたね。で、これが郵便記号、覚えた？そしてですね、これが郵便マーク、そしてナンバー君っていうのがいまして、これに手足がついたものはいろんな形があるんですけど、まあ、例えばこういうようなのとか、これはナンバー君とちゃんと名前があるそうです。そして問題のですね、これ、まあ、これ2ついらないから正しい方だけ見せますけれども、この、これ以前のやつは超なんて言ったらいいかな、高乙平低の低、だからこの上の一本棒がないやつ、だいたい形としてはそれだったんですけれども、でもそれが決まったのが2月の8日なのね。で、14日にこれに変更になったと。なんかあると思うでしょこれ皆さんね。まず最初にこう発表になった時、この上の棒がないやつ、これはまあ住所を表すのにね、高乙平とかやっぱり使う時代でしたから、うん、それから取ったと。あとは、まあ、郵便局とかって言ってますけど、親玉は低心症の低、アルファベットの低を取ったとかって言ってたんですけれども、全世界の規模で郵便局の中では T っていうのは、ですね、知らないよね、あれどこに書いてあったっけ、要するに切手のお金が足りないとか払われてないっていう時につける記号、要するにあんまり前向きな記号じゃないんで、それがマークっていうのはどうかっていう意見が出たそうで、上に1本これをつけてカタカナの手からかたどったんですよとかっていう説を作ったらしいんですけれども、どこがまで正しいかね、ちょっと1887年のことなんで調べることもちょっとできないですけれども、まあ、いろんなことがあって今の形に郵便局のマークがなったと。そして先ほどご案内したようにね、これ全部ちゃんと名前がそれぞれついてるんだよと、はいね、明日のテスト出るかもしれないですよ、覚えておいた方がいいよ。ということで今日は何の日でした。レディオアクアス、あっこの、え、あ、心理テスト。
心理テスト。マジっすか。え今自分が間違ったかと思ったらいいんだよね、心理テストでね。もう今日はもうゲストさんと思ってたから、もうゲストさんのコーナーだって次思っちゃった。心理テストですね。はい、はい、じゃあ、皆さん簡単に心理テストをしますので考えてください、はい、今日はねちょっとギャラリーの人も多いからね、うん、楽しみですね。ちょっとたまに涙ぐんでんですけど気にしないようにはい、それでは皆さん思いがけずですね、はい、お金をもらいました。お、はい、それはお小遣い程度なんですけれどもね、すごいすごい大金っていうわけではなく、まあ、お小遣い程度なお金をもらいました。まあまあ、まあまあの金額です。さあ、そのお金をすぐ利用するとしたらあなたは何に使いますか、はい、ABCD で答えください。はい、 A 好きな洋服や身の回りのものを買う、洋服などを買う。 B いろいろとゲームをする、ゲームをする。C みんな預ける、貯金、貯金したり預けたり。 D 友達にご馳走する。まあ他にね使い道あるでしょうけれども、 ABCD で答えください。大丈夫ですか、もう一回言わなくて大丈夫。いやいいよ、はい大丈夫です、うん、じゃあ早速聞いていきましょう、はい、いっぱいいるから。じゃあだからどんどん聞かないとあれ、うん、A の人、ああそっちに行っちゃう、うん、身の回りのものを、はい、身の回りのもの、洋服とかを買う人、ギターを買う、趣味、それ最近でしょう楽器を買う、うん、ああなるほどね。 B の方、ゲームをする方はいない、ゲームとかパチンコとかね、なんか遊んじゃう、みんな真面目です ね、 はい。 C みんな預ける、お2名ほどたくさんいます、あたくさんいますけど1、2、3、4、5、6人いますけど2名の方ですね。 D 友達にご馳走する、はい、あ多いですね、また1人たなんか計算違いません、ね、和光さんだけあげてない、和光さんあげてない、あ、A で楽器ですよ、あ、楽器、あ、そうですか、楽器ってだって買えるのいろいろありますよね、ハーモニカ買うのじゃないですか、しか買えないね、弦だって楽器の違い、ああ、なるほどね、あっちだって買えます、もう身の回りのものを売ってますからね、あ楽器はい、それでは皆さん選びましたので、これでじゃあ何が分かるかというと、あなたはどのくらい行動力があるかを判断できます。では A を選んだ人、どちらかといえば控えめですが心の中ではチャンスがあれば大きなことをしたいと思っています。おかっこいいじゃないですか。あ、何でしたっけ、 D です、あ、D、はい失礼しました、はい、はい、では B を選んだ方、あ、ゲームをするはいないのね、いやいや、リスナーさんいるかもしれないから、ね、はい、B を選んだ方は危険だと分かっていてもやりたいことにはどんどん挑戦していきます、ただし飽きっぽい面がありますということです。はい、 C、 え B だった、嘘、 B あげたのあげてないな C いきますね。みんな預けるを選んだ方は何か目標を持つと一人でコツコツと努力をしていきます、意志が強いので最後までやり通せるはずです。おお、なるほど ね、では D を選んだ方ね、はい、はい、いますね、心の優しい人です、おでも心配がちでいざという時には迷いやすく、あまり大胆な行動はしないでしょうということです、はい、そんなことはない、あ、合ってますね
そうですか。はい、そんなことはないっていう、ちょっと合ってないよみたいなねところもありますけれども、いかがだったでしょうか。え、なんか言いたい。いや。絶対言いたことある顔してるけど、ね、まあ進めましょうよ。はい、あっこの心理テストでした。レディオアクアス。那須野原ピープルパート1ということで、はい、いよいよゲストさんが、はい、入りました。はい、今日は焼いたで、そば膳朝日、はい、関さんに。いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこれね。これ、あ、のれ？はい、のれを。あ、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。こちらも。あ、いえいえいえ。いろいろご紹介するものをね、持ってきていただいてますけれども。はい。はい、で、先ほどもね、お話ししたんですけれどもね、みんなで食べに行って。うん、いろんなメニューがあったんですけれども、というかね、今ね、うん、説明しましょう、はい、パート1のコーナーは始まったら早々にアッコさんがメニューの話に持っていくという打ち合わせだったんですけども、今ね忘れてて、ね、ちょっと焦って目が泳いでたよね、うん、メニューの話です。ここはメニュー行きましたよ、はい、はい、なんか写真いっぱい持ってきてくれてます、はい、写真がいますね、すみません、はい、持ってきさせていただきます、はい、では1枚目大丈夫ですか。メニューをすぐ、ね、はい、早速教えていただきますけれども、ちょっとやっぱりそう、はい、これが、はい、こちらが、当店一番人気の天聖炉です。うん、一番人気ですか。はい、一番人気です。うん、はい、エビ、イカ、キスと、あと野菜の天ぷらが7種類はい、入っております。そちらが当店でダントツの一番人気です。え、はい、これ何いくらするの。あの、1500円です。うわ、安い。知ってれば ね、 ね、 ね、でもどうせね、この前もね1回で済むとは思ってないもん ね、 ね、うん、じゃあお次は、はい、次がもうナンバーワン、ナンバーツーですね、はい、ナンバーツーの人気のカモセイロです。あー、はい、これカシが好きな、あ、そうです ね、 ね、おつゆが温かくて、冷たいお蕎麦をつけて食べるメニューなんですけども、すごく春夏秋冬いつでも出ます、これは。でもやっぱり麺が冷たいっていうのがさ、この前あの私あの冷たいの麺は冷たかったね、すごいこうしっかりした感じで、なんていうんだろう、こう重みを感じるようなね、うん、はい、はい、次は一応最後なんですけども、はい、あとご飯物もやってまして、はい、はい、こちらが、天寿です。ちょっと見づらいかもしれないんですけども、うん、エビの天ぷらが2本と、あとイカとキスと、あと野菜が3種類入って、あと小鉢と味噌汁とお新香とサラダとついてます。はい、うん、すごいですね。すごいよね。それでメニューがすごい多いんですよ ね、 ね、どれも食べてないね、この前ね、あれ、そうな、なんで結構4人で行って、うん、あれやこれやなんかテーブルをお聞きないほど頼んだつもりだったのに、うん、人気メニュー全部食べてたんですよ。よっぽどひねくれもんじゃないの。ね、あの、なんだっけ、その、ノラ、はい、あれが、な、何がこう、あれなんでしたっけ、はい、ノラって知らなかったですけど、ノラという名前のメニューは、うん、栃木県内たくさんあるんですけども、うん、長ネギ、インゲン、ごぼう、ナス、はい、4種類を、はい、を千切りにして油で炒めて、はい、でそれを麺の上に乗せるというスタイルは、はい、県内ではあまり一度も見たことないんで、それはちょっと、それって何、そば屋さんが普通に作る
のに入ってるんですか、そういう。いや、入ってないんですよね、なかなか。作り出したわけではない。いや、あの、教えていただいて、それを。はい。でも、この前、たまたまそれ、めいめいに、こう、メニューを頼んだらば、野良尽くしだったんだよね。自分のやつがかかってて、なんだっけ、アッコさんのは。うん、イザ酔いです。あ、いや、イザ酔いはね、高湯さんだった。私なんだろう、その上にあったメニューの木こりですね。木こりです、はい、木こりという。木こりはどういうふうな、こう、木こりはどういうメニュー。ちょっとキノコが乗ってた、はい、それは、あの、冷たい野良そばの温かいのが木こりとなります。それに卵を閉じたのが、はい、イザ酔い。ねえそれは覚えました。あ、木こりと、じゃあ、いざ酔いは覚えました。それで、うん、あと他になんかこう、これはちょっとうちの人気メニューだぞとかなんか。はい、はい、あとはですね、中華料理の八宝菜があると思うんですけども、はい、その出汁が 和出汁になった、八宝菜と、はい、あとお蕎麦を油で素揚げした、あのあ、最初に出てきたやつ、ね、はい、お出しした、揚げそば香林坊というメニューがあるんですけども、はい、あれは結構他のお店でもやられてるんですけども。え、そう？はい、ありますね、結構そのメニューが。めちゃくちゃ美味しかったんです。それもおすすめです、うん、はい、ね、あれがやっぱりあのこうちょっとなパリパリのもいいんだけど、ふやけた頃のがまたちょっとね。そうですね、うん、はい、よかった、うん、え、何、高井さん、なんか、ね、ん、何何もう思い出してんですよ。美味しかったな。なんか今ニヤ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 ですね、うん、あとこういうメニューじゃなくて壁に貼ってあったので、あんみつ、あ、はい、ね、うん、あれもなかなか豪華っていうか手が込んでるね。何食べてましたよね。え、栗まみつ。え、食べたでしょ、はい、食べました、はい、自分だけ食べたよな、ね、いやいや、みんな食べましたよ。そうですね、うん、はい、あと我々がとても気になったのがあの釜揚げ。あ、はい、ね、釜揚げそばとか、うん、そうですね、あれもてて、ね、はい、自信作です。自信作、はい、あれ、何、え、まあ、釜揚げなんだろうけど、あんまりそばでないんじゃない。そうですね、そばではないんですけども、そば、うんうん、だと、ね、聞いたことない。ちょっと腰が抜けるような感じがあるかもしれないんですけども、うんうん、まあ、そこまで腰も抜けずに、うん、食べられますね。え、こう、茹でてで、そのまま揚げるのが本当のスタイルではあるんですけども、うん、それではちょっと腰が抜けてしまうので、一度やはり水に締めてからお出汁はしてるんですけども、うん、え、結構それは食べる人多いですか。そうですね、今の時期は、うん、はい、うどんもそばも。いや、我々もそのね、ちゃんとしたグランドメニューっていうんですか、あれだけでもそこから選ぶのも大変だったのに、さらにね、壁をちょっと見たらば、こうなんか気になるのがいっぱいあって、あ、もうこれは今日1回だけじゃ無理だから何回か通おうと。いいですね、うん、再びね、違うものを。そうですね、いただいて、で、その気になるお店がこれですか。はい、こちら、すみません、ちょっと。もう場所を教えてくれるんですか。すごいよ、ね、自作で作ってきました、ね、作ってきてくれた、はい、すごいな。失礼いたします。はい、こちらです。素晴らしい、素晴らしい、ね、はい、お願いします。はい、口開いちゃってる人もいるんですけど、大丈夫ですか。これもう見ればわかるよね。わかりますか。矢板の方ね、知ってる方なら、はい、4号線の警察がある角、あそこは何だっけ、警察がある、あのハンバーガー屋さん何だっけ、あ、モスバーガー、モスバーガー、モスバーガーのとこ曲がって、はい、警察署の前をずっと通り越して、はい、本庁の角を左に曲がって、はい、市役所、
を通り越して、はい、その次があれですよね、なんだ今度は Mac があるんでしたっけ、そうですね、はい、Mac とかがある角を右へ曲がって、病院のね大きな建物が終わったあたりですよね、はい、そうです、看板とかも大きくついてるんで、看板がね、はい、うん、ありましたかね皆さん、はい、まあちょっとね番組後半でもう一回これちょっとね、はい、ありがとうございます、紹介させていただきますけれども、すごい作ってきてくれたんですか、はい、もったいないからどっかでこう活用、いや、はい、いやこの地図をあのね、えでも持って帰るもんね、置いてってくれればさ、後でさ、 あのパン屋さんとか何かが来てくれたカフェとか紹介するときに使えるよ、何楽しようとするのこれからほらなんかメディアに引っ張りだこになって紹介するのに使うかも、いやでもあのとちてれさんとかだと向こうで作って待ってる、そっか、木8ぐらいでこういうのねゲストさんが自分で作ってくるのゲストさんに手間かけてますね何でもゲストさん頼みなのでね、うんうん、はい、ということで、次大丈夫ですか、またじゃあね、はい、次のコーナーでじゃあ、はい、また次のコーナーでね、お二人の話は、はい、レディオアクアス、ココブルーの青色三昧、やんなくてもいいですよ、お話一本でね、うん、大丈夫ですか、はい、はい、お歌を、あお歌を、自信なくてね今日緊張しちゃって今日はじゃ あのバレンタインデーなので、バレンタインデーの歌をと言いたいところですけど作ってません、ちょっと、まあ、作るということでは似ている、あの私の作ったスイートポテトという曲を聴いていただきたいと思います、はい一緒に
嘘だったのね。私があなたと青く澄んだ空の下、おでこに光る汗、泥だらけのその子を抱き上げた。スイートポテトの親戚は天ぷら大学芋、可愛さは一番、スイートポテトあなたと。二人でスイートポテトを作りましょう。みんなの大好きな私の作ったスイートポテトパート1の続きなんですけれども、はい、続きなの見に行く前に、はい、いや、そのお店は、いつ頃からあそこでやられてるんですか。はい、矢板市では8年前から、はい、8年前、はい、うん、なんかあのね、建物とかまだ新しい感じですよ ね、 はい、その前にじゃあどこかでやってました、はい、両親が、はい、埼玉県の川越市で。川越、はい、あ、そこ行ってからスイートポテト歌えよかったね。少しつながったのにね、話がね。あっちのね、ねえ、うん、え、川越の方では、うん、歴史長いんですか。そうですね、川越の方ではもう23年。うわ、俺生まれてないや。あ、すいません。ちょうど生まれた人もちょうど生まれた方。ちょうどね、23年前。え、あちらのイケメンさん23歳なんですか。ね、うわ、子供みたいだな。そこの、え、じゃあ2代目っていうことで。はい、そうです。あ、え、いつ頃からお蕎麦屋さんになる、自分はお蕎麦屋さんで生きてくんだなって思ってたんですか。もうそれは幼稚園ぐらいから。幼稚園、はい、思ってました。え、あの結構多いのがやっぱりあの子供の頃とか、まあ、中学校高校あたりとかでなんか他の道に行きたいとかそういう時期って来る人結構いるじゃないですか、はい、そういうのはなかったんですか。全くなかったです。すげー。え、あの、じゃあもう幼稚園。そうですね、幼稚園。え、幼稚園でだっておそば入れたりできないですよね。そうですね、こう見てたんですか。見てて、そうですね、楽しそうだったので。あ、初めてこう仕事を手伝ったのは何歳ぐらい。そうですね、もう小学生の頃はがっつりやってましたんで。へー、はい、そうなんだ。はい、やってました。すごい。へー。え、じゃあお店、まあ、今ついでね、まあ、ついでってもお父さんもまだバリバリ ね、 そうですね、あれだけど、長男なんですか。いや、僕は次男です。次男。はい。え、長男どこ行っ、ね、はい、兄がいます。お、え、じゃあなんかどっか全然違うことやってるんですか。はい、兄もお蕎麦屋をやってます。はい、
の場所で。そうですね、別の場所で、兄のおかげで、修行先を紹介していただいて、はい、兄と同じ場所で修行してました。え、修行はどちらの方で？はい、東京都練馬区の方でやってました。二八そば丸島さんというお店です。お父さんが師匠じゃなくて、そうやってはい、修行行きました、はい、え、じゃあ、お兄さんと同じ場所っていうことは、一緒に修行してたことも、はい、一緒に修行してました。そうなんだ、はい。で、お兄さんはその修行が終わってというか、はい、どうしたんですか？それで、矢板で家族4人で今のそば禅朝日を立ち上げました。あ、お兄さんもいたんですか？お兄さんもいたんです、はい。あれ、でも今の話の中では川越と東京でしょ、はい、矢板って出てこないんじゃない一つも。はい、そうですね。え、なんで矢板だったんですか？母の実家が矢板市だったので。はい、多分皆さんね、ちょっと頭の中整理ついてないよね。4人でやったのは川越は矢板です。あ、矢板って今のね、お店。はい、そうです。はい、そことか見て分かったんだ。はい、じゃあもう仕事イコールそばなんだっていう。あ、そうですね、良くも悪くもそうかもしれないです。いや、もう嫌だとかなったことないですは、やっぱり違う職業に就くとか、はい、あ、もうそれはないですね。なかった、はい、一度もないです。今はもうあれ、後悔とかちょっと他の仕事なんかこうよく言うじゃないですか、隣の芝居とかって、はい、 そうね、そういうのはないんですか？はい、全くないです。へえ、やっぱこんだけの、なんていうんだろうね、覚悟を持ってそば作ってるんだから、他に負けないよね。いや、努力は必要ですよね。まあ、そこら辺の謙虚さがまたね。若いですからね。え、若いって年を聞いても30です。30歳。はい。乗りに乗るお年頃ですね。まだまだこれから、ね、ここからスタートラインに立ったようなもんなんで、まだまだ。はい、ということで、ちょっとジングルだけもらっていいですか？レディオアクアス。ここからが那須野原ピープルのパート2が始まります。はい、ということでですね、はい、まあ、そんな仕事しかしてないんじゃないかっていうような感じなんですけれども、でも何かこちらにある写真を見ると、はい、そうですね、はい、ちょっとせっかくなんで、うん、友達を紹介させてください。はいはいはい、友達、はい、まず1枚目がこちらです。はい、はい、この素晴らしい景色、はい、映りますか？景色がね、はいはいはい、まあ、見えるとは思いますが、はい、これは、はい、ですね、僕のパソコンの先生の山本翼くんです。翼くん、はい、じゃあ来週来てくれるかなとかそういう問題じゃないかそういう問題ね、はい、一緒にゴルフをやったり、はい、パソコンを教えていただいたり、おー、はい、やってる山本翼くんです。はい、かっこいいですね。かっこいいんですよ。うん、え、結構あれですか、うまいっていうか。いやー、ちょっとこのまだお付き合いレベルの、迷惑をかけないでできるレベルなんで、まだ100ぐらいですか、大体。なんか何事も謙虚さがあってね、多分結構上手そうですよね、うん、イケメンにはイケメンがこう集まってくる。あともう一方ご紹介させていただいてもよろしいですか？はい、あ、はいはい、すみません、こちらが、はい、こちらですね、右側が、すみません、私事で、自分の彼女ですで、右から2番目が自分で、右から3番目の方がですね、
渋谷区の道玄坂で株式会社不動産プラスという不動産会社をされている佐藤圭介さんという方なんですけども、はい、昨年独立されまして取締役の方なんですけど、はい、不動産の店舗ですとか紹介仲介不動産管理ですとかそういうものを渋谷区を中心にやられている方でいろいろな幅広いアドバイスをしてくださる方でとてもありがたい方なんです、はい、今見てくれてるといいのね。はい、そうですね。で一番最後左にいる方は、僕と高校時代にバンドを組んでいた。バンド？はい。そっちの話も聞きたいんだけどね。三沢和馬さんという方で、はい、こちらの方も不動産関係の方ですね。はい。バンドの話聞くんじゃもう一コーナー増やさなきゃなんない。いや、まあ、あ、なんで彼女って。はい、そうですね、彼女と。でもさ、今、うん、彼女いるって言っちゃったからリスナーさんさーって聞いてる。いや、いいんです、それで。だいぶ可愛い彼女さんなんで、ね、ちょっとカメラこう向けてくれると、はい、そんなこと言ったら来てるのバレちゃうから今日ね、ちょっとアリーナ席の方で、はい、なんかその隣にちょっとなんか見慣れたちょっと変わった人とかもいますけれどね。変わった方がいっぱい、はい、結構なんて言うんだろう、通ってるんですか、ゴルフとか。もうそうですね、お付き合い、本当にお付き合い程度ですけども、はい、遠くも行くんですか、近場で。そうですね、焼田とかいっぱいね、はい、充実してますから。そしてちょっとね、うんうん、言葉出ちゃったから聞いちゃおう、ね、うん、バンドって何なんですか。高校時代のちょっとあれですよね、ここブルーちらっともうね話、そうですね、聞き出してきましたけどね、うん、はい、ちょっとやってたぐらいだから武道館ぐらいでしかやったことないとか。いやでも東京の方でライブやってたとか。あ、冗談言ったんだけど何。、うん、いやまあでも本当に楽しくワイワイやっただけなんで、プロ、もう蕎麦屋ですんで僕はもう目指すわ。ちょっと蕎麦屋でね、なんかギター弾いてるとかかっこいいじゃないですか。でもさ、このやっぱり蕎麦の打ち込み方見ると、それバンドとかゴルフとかもきっとこうね、その時はこう真剣にさ、ある程度のところまで行っちゃうんだろうねって。じゃあバンドのあれ CD とかは Amazon で。いえ、はい、全然です。他にはなんかこう休みの日とかってどんな過ごし方してるんですか。もうそれはもう食べ歩きですね。お蕎麦屋さんを、それもお蕎麦屋さん、はい、そうですね、お蕎麦屋さんを食べ歩く。そうですね。なんかさ、ここで言うのもおかしいけど、うん、あそこの蕎麦屋さん行ってみたらなんていうところある、はい、あります、あります。あ、言ってくれるんだ。栃木県内はですね、下津賀にあります。もつが、はい、うん、蕎麦切り渡辺さん。渡辺さんって分かんない、はい、いやもう本当に美味しかったです。あそこはもう頭が下がるような仕事をされているところでしたね。へえ。ちょっとやっぱでも焼いたから下津川は遠いっすね。遠かったですね。でもそうやって同業者とか他のやつを見ていいところが見える人って伸びるんだよね。他の店ってさ、いろんな悪いとこばっか見つけてくる人じゃない。そういう人はやっぱあんま伸びないし。これから楽しみですね。頑張ります。なんか県北の方でちょっと行ける、まあここら辺から行きやすいようなところで、まあもちろんそのね、朝日さんの他におすすめのお店ですか。ですか。県北は
まりもう印象に。じゃあもうここら辺は朝日さんに行けば OK ということで。はい、すみません。いやいやいや。はい。ということでですね、ちょっと、はい、じゃあそろそろ次のコーナーって言っても番号がもう忘れちゃったな。はい、じゃあ次のコーナーにちょっと待って、これ。レディオ。はい、あれ、トムさんが消えた、はい、逃げられた、見てないだって知恵袋でしょ。知恵袋、お蕎麦の、え、休憩の時間じゃない、美味しい茹で方ではありません、はい、安心してください。これはちょっとね、今日語られてもねって感じですけど。そうですね、はい、はい、で今日はあの一応バレンタインデーということなので、はい、ゲストさんだけに、みんな怒ってますね。そんなことはないです。そうですね、みんな立ち上がってますね。何ですか？観客総立ち。チョコレート。あ、なんかすごそう。いや、すごそうなだけなんです。しまうなよ。あるものを作ってきたんですけれども、あのまあちょっと美味しさよりもこうアイデアかなっていうものをご紹介したいと思います。市販であのチョコパイってありますよね。このぐらいの厚さのカプッとやると中がなんかこう柔らかくて、あれ何入ってます？白い、そう、マシュマロ。はい、まあそれを自分で作りましょうというふんわりチョコパイを作ってきました。はい、今ね、うん、スタジオの中の皆さんで、すごい期待してますよこれ。はい、で材料はですね、ビスケット、隠したほうがいいの？大丈夫。こういう普通のビスケットです。いや普通のって言ったら森永さんに怒られる。美味しいビスケットですよ、うん、こういうのがね入ってますけれども、はいはいはい、これで作りました。これとビスケットでマシュマロ作ったの？あのチョコパイ、はい、チョコマシュマロ。なんだ、マシュマロ買ったんじゃん。マシュマロもあの作れますよ、作ることはできるけれども、まあ、あえて簡単にだからチョコパイを作りましょうというのが今日の知恵袋なわけで。ああ、これとこれで作れるの、ね、もう分かったかな、はい、だからこのビスケット1枚ですね、中の方にこのマシュマロを置いて、これを電子レンジに入れます。またレンジ。本当は今日ね、レンジあれば作っちゃいたいところなんですけれども、出来上がりはまあ置いといて、いや置いといたら何に進まないから。はい、説明しててちょっと出来上がり、まあ、それで電子レンジにね置いて10秒から20秒かけると柔らかくなるので、もう1枚をかぶせてサンドしちゃいます。そうするとくっつきますので、で、いや見せたくないんだよねこれ。ちょっと失敗しちゃったよ。いやそれは分かってから大丈夫。失敗したんですけれども、はい、それを湯煎にかけたね、チョコレートで、うん、いや、お水で食べてもらおうか。じゃあこっちが成功してこっちが失敗なん、うん、はいはい。じゃあちょっと皆さん早く、あ、だから成功したのはあのイケメンたちにあげる。成功品があの、いや8個か9個かそのぐらいあるけど、それ成功したやつ？これでしょ？あ、そう、そんな変わんないよ。いや全然違うから。
あ、じゃあどうぞ、これ成功作。あ、ありがとうございます、はい、それ失敗作です、そっちは。あ、それ成功で、ダメじゃん、イケメンにやってイケメンが捨てた食べちゃう。皆さん、どうですか、お味は。私、自分で食べてないんで。おお合格のサイン出てますよ、大丈夫、チョコパイみたい。あ、どうぞどうぞ。あ、本当にチョコパイみたいですか。美味しいです。大丈夫。いや、そのさ、あの、食べ物作ってさ、美味しいって聞くんだから大丈夫って聞くのやめようよ。あ、食べ、はい、ありがとうございます。いやいやいや、はい。あ、どうでした。美味しかったです。大丈夫ですね、うん、本当に、はい。あ、大丈夫ですよ、あの、あっこの知恵袋コーナーは、あの、お店の人とかね、いるんでね、うん、あの、これ失敗しちゃった方はなんかチョコレートをさらに伸ばそうとして生クリームをね、あの、湯煎かけてるとこに生クリームをねちょっと足したんですよ、うん、そしたらなんかそんな風に固まってしまって失敗したんですけど、そういうもんなんですかね。そうね、それ生クリーム入れたことが良くなかった。大丈夫、ここら辺人はちょっとうるさい人いますから ね, ね。でも、まあ、うん、あの、まあ、チョコパイ食べたいんだったらさ、チョコパイ買った方が早いけどこういうアレンジの技は知ってれば、うん、面白いようにね、あの、レンジでやるとピタッとサンドされて面白いです。はい、それをチョコで覆うとチョコパイになります。ということで大丈夫ですか。はい、いや、美味しかったです。作ります。そうですね、チョコパイ食べたいなと思ったらほら、マシュマロとビスケットある、はい、とチョコがある。いや、絶対それさ、チョコパイ買った方が安いし早いと思うし。手作りがね、もう、そうですよね、彼女のほら、手作りが食べたいって、はい、あるかもしれない。あ、意外と美味しかったみたいですね、皆さんね。ね、みんなだって笑わないで食べてるもん ね。私、何これって言われるのかと失敗した方、何これって。大丈夫でしたね、よかったよかった、うん、あの、真ん中のね、彼がね、うん、OK 出してるから、うん、だってこの世界じゃ大成功だよ、ね、お菓子作ってる方がうん、OK マーク出たので、はい、はい、大丈夫です。じゃあ皆さんも作ってみてください。ただ番組的には NG なんだよね。なんでですか。いや、だって成功するとね、NG の。あ、この知恵袋はやっぱりどういうふうにこけるかが面白いんであって。そういくかなと思ったら、でも、ね、OK だって。じゃあ次行きましょうか。はい、この知恵袋でした。レディオアクアス。ナスノガイラピープルパート3。ということで、はい。あ、これ、ね、早くこれ説明し。はい。これは何なんですか。はい、こちらがお蕎麦ですね。はい、これは刈り取ったばかりの原蕎麦ですね。これは分かります、これは見たことある。あ、そうですか。これが、はい、こちらが原蕎麦といいまして、はい、玄米にあたる原ですか。そうですよ、お米でいう玄米にあたる原蕎麦です。おお、これは、で、これは、はい、これで、はい、こちらがお米でいう白米の状態ですね。お蕎麦では抜き身と言います。へー、はい、そしてそれを粉にすると、はい、ちょっと映りますか、はい、そういう風に粉になったのを打って蕎麦になるんですけども。蕎麦粉ってこと。そうですね、これ粉にするのはグリグリゴリゴリ。そうです、そうです、あの、今はもうコンピューターの時代で自動制御で速度も変えたりできるような高性能の石臼があるんですけども、はい、え、コンピューターのそれが、え、石臼が、石臼はもう速度を調節したりですとか、音数量を調節したりですとか、もうほぼ無限な種類の、そうなんだ、粉を引くことができる石臼を使って、うーん、はい、これはあのお店で見られる、はい、
当店の石臼です。おー、見せてって言ったら見せてくれるんですか？はい、見せて、あ、本当に、はい、目の前に、はい、あ、本当、あります。今度行った時に、はい、ぜひぜひ見せてもらおう。はい、で、この蕎麦とかは、どちらさんのあれなんですか？はい、ですね、今は2種類使ってます。で、2種類、はい、一つ目がですね、こちら、45年のお付き合いになるんですけども、45年、はい、東京都練馬区にあります、はい、池田製粉株式会社様、はい、こちらの方からですね、このアルミの真空パックで、はい、この真空パック、はい、あ、真空パックで茨城県の日立焼きそばというのを、こちらが証明書なんですけども、はい、仕入れています、はい、これ真空パックなんですね。はい、そうなんです。もう光も何も通さないっていうやつ。そうですね、それの筑西市というところの産地が池田製粉さんで、はい、あともう一つがですね、はい、あ、はい、こちらが、ああ、はい、そちらも同じアルミのパックなんですけども、はい、栃木県の栃木市にあります、うん、多角産業有限会社様、はい、はい、そちらが、同じ茨城県の桜川市真壁地区というところの農家さんから仕入れた、蕎麦粉を仕入れています。あ、もう産地指定なんですか？そうですね、はい、それだけでやってます。はい、これはもう両方茨城ということで。そうですね、うん、なんで茨城を使ってるんですか？はい、やはりいろいろ使ってみたんですけども、はい、味と香りと、うん、もう圧倒的に、圧倒的にいいですね。で、こちらは、はい、それで、はい、どうしても茨城なんで、うん、まあ、原発のことがあると思うので、一応こちらが、うん、放射能の証明書、はい、検査、あ、不検出でしたという証明書なんですけども、はい、ちゃんともうそれは証明も取って、はい、安心できるものだけを、うん、そうですね、うん、そういうふうに業者さんも気を使っていただいて、はい、やってくださるので、こちらも自信を持ってお客様にご提供できるという。はい、はい、へ、なんか こちらで何かこう説明を加えたいところとかありますよね。はい、そうですね、それなので、通常ですと、はい、お蕎麦屋さんというのは粉の状態で仕入れるのが今までの流れだったんですけども、はい、当店は一つ前のこの抜き身という状態を先ほどの真空パックで仕入れて、はい、で石臼で自分のところで粉にするという。それは なんでですか？コスト的に。コストもそうですし、うん、あと鮮度と、うん、鮮度がね、はい、そういう部分でも、一つ前の状態で仕入れて製粉して蕎麦を売っているという状態ですね。あ、そっか、だから普通の蕎麦屋さんだと石臼とかはないんだもん。そうですね、この状態だから。はい、あ、やっぱりそこはこだわんなきゃなんない理由があるんですか？そうですね、やはり粉ですとちょっともう僕らでも見分けづらいんですよね。それをこの、うん、抜き身の状態ですととても状態がよく分かるので、いいものか悪いものなのか、その年の出来なんかもとても分かりやすいので、ね、うん、はい、あ、もうこうなっちゃうとね、ちょっと分かりづらいんですよね、うん、はい、でそちらの状態のは使ってはないんですか？はい、でこちらがですね、やはり味と香りが抜群にいいんですけども、うん、はい、真っ黒のそばになってしまうので、あの田舎そばとかなんかって ね、 そうですね、あ、はい、はいはい、どうしてもやがられてしまうので、うん、こちらもあの石臼で引くことはできるので、はい、こちらの粉もほんの少しだけ混ぜてあげると、あ、ちょっと粒々感と
香りと甘みを出してくれるので、黒くなりすぎない程度にプラスして手打ちで売ってます。はい、あ、なんかちょっと喋るの忘れちゃってますけどね。って感じですね。そうですね、はい。枕に入ってたのしか見たことない。あ、そうですね、はい、枕の中に。え、でも枕に入れるのあれこれの殻ですね。殻だよね、はい、殻は殻っていうんだからね。そうです、はい、うん、これじゃない。それでやっぱり、うん、このこの後のなんだ、粉の後は、はい、もうここがそうですね、はい、全身全霊で向き合わなければ、なんかこうやるじゃないですか。そうですね、それ、はい、見られるんですか。はい、見ることもできますね、はい。それは、お父さんがやるんですか。あ、自分がやってます。あ、毎日、あ、毎日毎日打たせていただいてます。あ、はい。やっぱり毎日打つっていうのはこう違うんですか、こう日にこう時間が。はい、もう全く違いますね。全くもう決まった時間ではない。あ、打つ時間は一緒ですけども、はい、ただ季節ですとか、うん、天気、雨、湿度、うん、とても左右されやすいものなので、はい、難しいですね。真剣に向き合えば向き合うほどもう分からなくなるような、少し、うん、やっぱりこう、そば打つ時点で失敗しちゃったなんていうのもあるんですか。まあ、とにかく集中してるので大失敗というのはないんですけども、はい、ただ、理由が分からない失敗をするときとかもどうしてもあるんですよね。なんで失敗したのか分からないっていうような、そういうときがあるので、とても難しいんですよね、手打ちそばは。なんかみんなね、お客さんは簡単にね、あの、あ、手打ちとかなんかって言っちゃうけども、はい、うん、すごい難しいものだと。そうですね。じゃあまあね、そういうね、もう小学生の頃から蕎麦屋でやっていくんだってね、決心して、うん、もうそういう覚悟の上でずっとやって、あ、それ本当に、あ、はい、大丈夫です。あのね、そういうお蕎麦をもう一回、あれ地図、あ、これか、いいですか、ね、お店の説明に戻りましょう。はい、ありがとうございます。すいません。あ、じゃあちょっとアットさんの方によってちょっと顔出しておきますよ、せっかくだから。あ、ありがとうございます。はい、場所とか営業時間とかも、はい、はい、西那須野のから来られる方は4号線を焼いた警察署から入っていただいて、本町交差点を左で市役所を越えて、国際医療福祉大学のある交差点を左にある曲がっていただくと朝日がございます。で、南の方から来る方は八重田インターの旧4号線ですね、30号線、塩原に向かう道路を北上していただくと左曲がっていただくとございますので、市役所をとインターが目印かとは思います。はい、営業時間、はい、営業時間は午前11時から午後9時まで、はい、営業しております。はい、お休みの日は、まあ、木曜日が定休日です。あ、今日、はい、そうですね。あ、よかった。いや、お店ねやってるんだね。そうですね、無理ですね、あんな人気店はね。まあそうですよね、うん、で行った時も9時少し前でもう終わりなのかなと思ったら、もうスレスレに入ってきますね、あのお客さんがね、次々と、はい、うん、何驚いてる。いやいやいや、で、うん、もうね、この番組をちゃんと見てる人はね、もうご存知だと思うんですけれども、近くになんか黄色いお店ありますよね。それがもう今話題沸騰の。あ、してるんだ。沸騰ですね。おお、もう僕の中ではダントツナンバーワンに美味しいコーヒーを。ああ、コーヒー屋さんね。 あのコーヒー屋さん、うん、はい、あ、コーヒー屋さん先にね、ゲストさんでね、はい、出ましたけど、
僕のところはそば前朝日さんを目印にって言ってましたよ、ね、そうなんです。うちを越えていただくと、はい、黄色い素敵な建物があって、はい、カフェ橋本さん、はいね、とてもやっぱりこだわってらっしゃって、はい、共感できる部分とありますので、はい、うん、ちゃんとだからこだわりを持った若者が矢板に集まってるんですよ、はい、ね、はい、ね、でも橋本さんさ、あの前知り合った頃さ、すっごい気ま、うん、バカみたいに気まじめでさ、そうそうそう、うん、今なんか紹介されてる時あっちで踊ってたけど、ああいう 踊らないかったよね昔はね、うん、へらーって感じですよ今ね。最近なんかね変わってたよね、やっぱ彼女とか、ね、ああ、ね、そっか、あそっエリーアッコさんですね。彼女も出演しましたからね、エリーやっこさんですよね。うん、うん、そうそう。エリー、エリーや。橋本さんの彼女さん。そうそうそう、え、ね、自分の彼女は紹介しなくていいの？はい、あの。どうぞどうぞ。まだまだ。写真出ちゃいました。はい、そうですね、写真。そう、出ちゃいました。じゃあまあね、後ほどどっかでね。はい、みんな今度2回目はね、彼女さん、ね。はい。ああ、そうですね。うん。ご両親もとかね、ちょっと言ったりしてね。はい。じゃあ本当にね、まあ、壁の方は閉まるの早いんでね、あの時間とかちょっとこうランチとかだったらばね、お蕎麦食べた後にちょっと歩いてって、あ、そうです、ね、はい、っていうのもできるかななんてね、はい、なんか後ろので今いろいろ相談してますけどね、うん、ということで、はい、ございました。はい、ありがとうございました。レディオアクアス、イベント情報局。ということでですね、まあ、今週も、はい、いろんなイベントがありますんですけれども、はい、まず最初にですね、この番組のスタッフでもあるたまに出てくる高井さんは、あ、何、明日還暦？え？還暦？明日還暦なの？なんで還暦なの？そんなことはないでしょ。明日なんかあるんですか？誕生日。あー、おめでとうございます。おめでとうございます。あれ？さっきのチョコパイ、後ろに誕生日おめでとうが書いてあったの？書いてあったでしょ？はい、まあそういうのもありましてですね、土曜日は無限と読んだらよろしいんでしょうか、多分間違いはないと思いますけれども、大田原のカフェバーパルスさん、大田原のトライアルのすぐそばにある、ね、ちょっとあれかな、分かりづらくもないか、行けば分かるかな、大田原の、トライアルさんのあれは何て言ったらいいな、端っこの駐車場、なんて言ったらいいんだろうね、東側、うん、まああそこら辺2周ぐらいすれば分かります、カフェバーパルスさんの方でですね土曜日の17時夕方の5時開場、17時30分開演で登場するのが篠原信義さん、猫カフェさん、八代敦さん、二郎さんということで、入場料はですね1500円プラス、何かねワンオーダーということで、うん、まあ、飲み食いしながらライブを楽しんでいただきましょうということで、これネットの方でも探せますんで、カフェバーパルスで検索してみてください。そしてその翌日なんですけれども、土曜日のね那須塩原インターネットテレビの番組でやってるあの芸人王国の方でもご紹介している、那須お笑いクラブさんたちのイベントで健康お笑いライブというのが大田原市総合文化会館のホールの方で、開催されます。日曜日の午後11時じゃない午後1時30分から3時まで、入場は無料となっております。そして今回ですね特別ゲストといたしまして、おちゃらけ侍サニムさん、マリッチブルー河本さんなどなど、いろいろなメンバーが出演します。それでいつもですね、このライブ那須塩原インターネットテレビのカメラが入って
後で見られるんですけども、今回はなんとカメラ入らないので生で見るしかないのでね、うん、皆さんちょっとねこれは行ってみてください。入場無料なんで、はい、というようなイベントがあります。以上で、はい、はい、レディオアクア、はい、というわけで今日はね、はい、スパゼン朝日さんをお迎えしましたけれども、はい、時間ね、制限なければずっと痛い感じですけど、はい、まだまだね、ほんとね、紹介したいところとか、うんうん、ね、あちらにもちょっとね、何名か控えてるし、まあ、今日はね、メニューもね、いっぱいね、うん、ご紹介していただいたんで、うん、皆さん、次々と、はい、よろしくお願いします。何度でも足を、はい、そうですね、運んで、まあ、続きは朝日でって感じですよね、ね、はい、うん、続き聞きたい人はお店に行ってみてください。はい。はい、ね、はい、ということで、ね、次回のこうゲストさん候補もね、いらっしゃいますけれども、ぜひね、来てね。はい。というわけで、いかがでしたでしょうか。はい、とても楽しい時間。ちゃんとね、ご用意していただいて、ありがとうございました。はい、そうだよね、これも ね、本物なんでしょ。あ、そうですね、持ってきちゃった、はい、そうだよね、今日営業してたらもっと分かんないもんね。大変ですね、忘れないでください、はい、はい、というわけでまた木八ね、来週はちょっとまだ予定のゲストさん分かりませんけれども、はい、はい、もう今返事してくれてもいいんだけど、はい、まあ来週もねお楽しみにということで、はい、はい、そばぜん朝日さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ギャラリーの皆さんもありがとうございました。